いやだってこんな雨の中心にこれだってさ、雨得意な宮下さんにさあの雨の袖ヶ浦をどうやって、いや雨の袖ヶ浦はやりたくないいやだって雨得意って言ってたじゃないですか。いや雨得意だけど、うん、だってあれやりたくない、試合じゃなきゃやりたくない雨はね、うん、試合じゃなかったらそれはキャンセルでいいじゃないですか。だって無理にやる必要ないですもんね、こんな寒くてさ。いや別にやってもいいけど、いやだからこんな寒くても風邪ひいちゃうじゃないですけど、ひくわけないやん。いや今日やばいって。今日はね、うん、だから今日みたいな日はだって、いや普通の雨の日は全然、あその遊びでみんなで楽しみにしてるのやつはそんなあれですよ、ちょっとこう、ただ今日は本降りだからねそうこういう時はちょっと、こういう本降り来るともう小暮がドライバー全く飛ばなくなるから、もうドロップしちゃって。宮下さんドライバー、俺の 11.5 のドライバーに火を吹くパカーンっつって、いやね、グローレのドライバーを 11.5 度にしてね、みんな知らないけど今言っちゃいましたけどあれでハイドローだからね、怖いよね、うん、本当はね 12.5 度ぐらい欲しいんだじゃあのサンドスリーブもらえますそんなのあんのかよ。いやまあ2度3のハイヤーですからね。何分くらいでしたっけ。本来は10時だけど1時45分だから3時間45分。3時間45分遅れってある、うん、3時間45分で今何をしに来てるかというとジャムさん乗ってないですもん。あの勝負かけてコースにクラブ調整のためのクラブをあのピンのスプーンをあの取りに昨日預けてもらってて、それが、うん、3時間45分遅れだから。外気温何ですか。11度。はあ、これトップ目のスタートの人遅れって3時間45分遅れじゃないですか。トップがだから8時ぐらいだろ。はい。だから何してるんですかね。いや若いやつらはだってね。なんだって時間つぶる。お前みたいに寝る、すぐ寝るタイプもいるしさ。いや寝るのが最高じゃないですか。それだって何をするのって。言ってる。一回寝たらもう筋肉あのまたよあの起こすのにどれだけ時間かかるか知ってる。僕はだって昼のゴルフ休憩なかったら寝ちゃいますよ。だって10分15分、あ、そっか、あれ運動に関してね、うん、運動に関して寝ちゃダメってことか。お前は、まあ、まだあれだからね、選手だったら寝ちゃったら体、そっか、そうっすよね。いや時間潰しのコースでってこれ、今から行くんですけど、いや結構雨小雨じゃないこっち。いやこれね車の中だからこういう感触ですけど、いや降ってますって。降ってるかな。音だってフロントガラス音聞こえるじゃないですかパチ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 ってジャンボさん乗ってないと余裕こいてこすうからな。お前こないだの本間の帰り寝たやないかジャンボさんが気遣って「おい宮古お前ちょっとタバコ吸っていいよタバコ吸えよ」って一人でもう黙々と。いやいや1時間しか寝てないです。本当に1時間ってお前3時間半着くのにお前そのうちのお前1時間寝てんだろ。あれちょっと持って1時間だけど自分としては30分しか寝てないんです。アホっつ1時間半ぐらい寝てたよ1時間半も寝てないいやもうだってちょっとエイジシュートしたからねいいじゃないですか。エイジシュート関係ねえじゃんお前予選落ちしようが棄権しようが寝るやないかいやなんかあちょっと待ってください。
あの袖ヶ浦の裏道。ダメだ教えちゃう。なんで？ここからモザイク、モザイク。モザイク。だってこれだって基本じゃないですか。いやみんながメイン道路になったらお前車混むだろうよ。いやいいと思いますよ。たまにはレアなこう見てくれる人ぐらいは袖ヶ浦の近道。いや最近いっぱい見る人が多くなったからバレちゃダメだろこれ。いやちょっと本来ならこれ右折なんですよね。袖ヶ浦右折していくんですけど、この何もないところを、これもう25年前からかな。そうですよね。昔だってこう1台しか通れなかったじゃないですか。いまだかつてメイン道路から行ったことないからメイン道路がわからない。あ、こういう裏道を。でももう多分ほとんどの選手こっちだと思うよ。そうですよね。いちいち遠回りして、ね、5分10分かかるのめんどくさいですもんね。昔はここ舗装されてなくて。いや舗装はされてたよ。いやすいません、こう きれいに広くはなかったからな、はい、道狭し徐行。いつもすいません、ありがとうございます。じゃあよいしょ、戻った戻した。いやちょっとタイミングすごいタイミングで電話かけちゃったんで帰り道にだけになっちゃいますけど、どういう感じで言われました？え、いや、もう基本的には天気、はい、今週ずっと悪いから、はい、え、まあ、あの昼までは、うん、あの結論が出ないよ。あ、わしのわしでも、はいはい、少しでもやりたいって言ってた。まあそりゃそうだ。なんか日曜日に台風来てんの。いや僕もね、天気を見て回復、土曜日回復とかになってますけど、これまた雨になってるじゃないですか。土日月、え、月曜日も。いや月曜日は知らないけど、いや月曜日も雨になってるんですよ。まあ月曜日は関係ないけど、いやかですけど、だからまたなんか来てるなっていう、うん、出たー。これだから行きはちょっと見れてないですけどね、こうやって止められるっていう、この道は。やらしたい、うん、やらしたい。ちょっと微妙なとこだよね。これだってまいった。自分だけコーヒー、僕の自分だけ。待って待って、何本目ですかコーヒー大体。今日、うん、今日3本目。しかも3本目って言って、あ、3本目って言ってもこれは500入ってるでしょ。これは2本目だよ。でだからあのホットコーヒーセブンイレブンの、うん、飲んでるから、だからもう 1.2 ぐらい飲んでますよ今日。いやそんな飲んでねえよ。いやだってこれ500ミリじゃん。これそんなある。え、今ハマってるやつでしょこれ。え、これ何ミリだこれ。ほら500じゃん。もうこれ2本目に、あ、まだだから1.2 は飲んでないですよ。だからコーヒー飲んだったらションベンでも400出るんだ。え、どういうこと。ションベンになっちゃうんだ関係ない。あ、コーヒー、うん、あ、じゃあだから飲みまくってんすか一日中。いや一日中飲んでるわけじゃない。お前だよ一日中寝てんのは。いやそういうのやめて。いやだってじゃあ夜寝れないってコーヒーの飲みすぎですよ。え、それそういう今言うあれじゃない。え、だってコーヒーずーだからコーヒー以外のもの飲んでくださいよ。コーヒー以外のコーヒー以外のもの。水ぐらいしかない。いや水だって飲まない。だって飲んだとしてもあのエビアンの200じゃないですか。エビアンの あの100円のお前チェック厳しいね。エビアンのあのなんかエビアンね好きなんだ、ね、100円で売ってるやつ。
あ、僕電話かかってきちゃった。ちょっと帰るわ。みんなからちょいちょい電話かかってきますね。いや、それはチェックされるわ。チェック厳しいですね。小暮がまたどっかで寝てないか。寝てないですって。いや、お前さっき来た瞬間さ、今日出発の来た瞬間、はい、45分遅れるって言ってた。10分寝ようとかって、はい、車で寝てたよね。でも僕10分寝るの得意ですよ。いや、結構ちょっと眠くて、なんだか分かんないですけど。でも、飯食ったら眠気収まるんで、飯食ったんですよ。飯食ったら眠くならない、まあ、お腹いっぱいになったら。違うんです、運転してて、もうこれ絶対帰り眠い、2、3時間運転するとき眠いなと思うときは、食料置いとくんですよ。お菓子食うと眠くなくなるんですよ。お菓子とかその口に入れて、本当ですよ。僕だって選手の時寝ぶこ絶対 寝て事故っちゃうと思ったら、だって俺だって俺タバコ一本吸えば眠くなくなる。じゃあ僕はタバコ吸わないから、そういうなんか口に何か入れたり、飲み物じゃダメなんですよ。飲み物じゃダメ、睡眠収まんないですよ。なんかパンとかお菓子、僕の作戦は。ということで、何をもらってきたか。これでも普通に考えたらゴルフ場まで取り来ないですよね。普通にゴルフ場まで取り来て、これでまたすぐ行くっていうんだったら、これはピンのウィルさんがさすがに手を組まないだろ。組むの、いやだから今からやり組んで、下手したら今日使っちゃいますよこれ。あれ分かんない。うん、だからこいつ、え、何あいつ、あれはないわ、この道路で。しかもこのウェット状態で小暮と一緒の運転。いやいやいや、だからそういうこと言わないで。ああいうやつがだろ。いやちょっとダメですね、この道路で。あれはフックショット今、2日目の動画ですよね、練習場の宮里優作選手。ああ、最初にね、最初に前の、片手じゃやりにくいな。あれ、これ結構出ました。調整のやつ、これ、まあ大丈夫、軽めって言ったんだよ。あと何、あ、タオル、金のタオルです。こういうやつなんですね、金のタオル。シャフト入れるんだろう。何のシャフト？セブンドリーマーズ。いや、セブンドリーマーズのシャフトも、いや、種類があって迷いどころなんですよね。だって練習ラウンドのスプーン抜きましたから、でもシャフト変えましたから、ね、昨日。あれはだって立たせてたやつの、あれ戻したの。戻したのと、あとシャフトも変えました。まあ、いいじゃないですか。これだって、まあ、今日のところこんなところでいいですか。いや、だって後でお前が爆睡してる動画を俺が撮って、やめてやめてやめて、勝手に載せといて、やめてください。では、停車した。